NHK 民放連共同ラジオキャンペーンは2011年度より日本放送協会と日本民間放送連盟加盟のラジオ局が垣根を越えて行うラジオの周知を目的に行うキャンペーンである。コンセプトに今後の音声メディアの将来に関する共同作業の一環として行う若者を中心としたラジオの端末普及を含むキャンペーンとあるように 現在では存在すら知らないと言われる若年層にラジオの楽しさや面白さを知ってもらうイベントをと計画され毎年キャンペーンを行う地域を変えて展開しているこのキャンペーン以前から行われている文化放送の浜松町ハーベストフェスタ浜祭りや日本放送の日本放送ザラジオパークイン日比谷は各局ごとで行うリスナー感謝イベントであり趣向が異なる また企画にラジオがやってくる。があるが、これは民放連が民放ラジオ統一キャンペーンとして行うものであり、さらに各局ごとにコンセプトは同じでも中身が違うのでこれもまた趣きが異なる。メイン会場の NHK 放送センターこちらは東京地区で行われたイベントで2011年10月2日 NHK 放送センターと在京ラジオ局5局が共同で行った。 最初は2011年5月15日の予定だったが、東日本大震災後の混乱や余波もあり延期されていた。東京、渋谷の NHK 放送センター特設ステージを中心にイベントを展開した。在京ラジオ局の共同キャンペーンは、阪神、淡路大震災以降に結成された、ラジオ災害情報交差点がある。毎年一月十七日と九月一日に六局。 同時ネットの番組を放送していた。一方で、各番組同士の乗り入れを行うことも多々あることもあって、各局同士で行うことは少なくはない。その他各局の番組が、マルイシティ渋谷、渋谷バルコ NHK 放送センター特設ステージに分かれて公開録音を実施し放送。また、はじめまして、ラジオです。として30から60分の番組を制作し、 オンエアしたつぼねもある。2012年8月24日から12月24日まで、関西地方を対象に、NHK 大阪放送局と在阪の民間ラジオ5局が共同で展開するキャンペーン。期間中には、参加局のパーソナリティ代表が勢揃いするイベントを、関西各地で実施したほか、小栗旬、青悠の出演による6話シリーズのラジオドラマ、 6カラーズを6曲共同で制作、放送した。在阪ラジオ局の共同キャンペーンとしては、阪神、淡路大震災の発生以降、AM ラジオ災害問題協議会の参加局が、毎年9月1日前後に7曲統一の防災キャンペーンを展開中。ラジコの本運用開始、近畿地方での配信エリア拡大には、大阪エリアのラジコ参加局が共同で告知 CM を、 制作していた。しかし、関西地方において NHKAMFM ラジオ局が共同で展開するキャンペーンはラジオにタッチが初めてである。アナウンサーの肩書きはキャンペーン開始時点で表記。内はキャンペーン期間中の主な担当番組。以上のパーソナリティは参加全局が共同で実施するキャンペーンイベントや 参加局が単独で開催する公開イベントに揃って出演。ただし、イベントによっては、それ以外の人物が各局の代表として登場した。ラジオにタッチ。フェスティバル会場の NHK 大阪ホールあたりキャンペーンを締めくくる参加各局のリスナー招待イベントとして、二千十二年十二月十四日の夜に NHK 大阪ホールで開催。参加各局から、 以下のパーソナリティ DJ アナウンサーが登場したほか小袋がゲストで出演。各局のパーソナリティによるクロストークセッション、ラジオのルツボでは、増田秀彦が MC を務めた。キャンペーン期間中に、増田が木曜日のパーソナリティを務める、ウィズ、夜はラジオと決めてますでは、フェスティバルの開催が金曜日の生放送と重なったことから、当日に、 NHK 大阪ホール楽屋からの生中継を挿入。また、フェスティバルの開催後には、参加各局で、ラジオのルツボのダイジェストや小袋による、心の羽のライブ音源を放送していた。参加各局からの出演者は、キャンペーン時点で、参加局に所属していたアナウンサー、ないは、キャンペーン期間中の主な担当番組、は、ラジオのルツボにも登場。 ダイジェスト番組の放送放送時間の早い順に、記載2012年11月第1週から12月第2週まで、週に1回キャンペーン参加全局で放送された、ラジオドラマ。1話30分1話、完結、6話シリーズのドラマで、タイトルは、キャンペーンの参加曲数と、シリーズの統一テーマが、色であることにちなんでいた。ただし、放送日、放送時間は、 参加局によって異なっていた。また NHK 大阪では AM ではなく NHKFM で放送。NHK ネットラジオラジルラジルでも FM での本放送と同時にインターネットで配信していた。主演は小栗旬と青井優。二人がラジオドラマで共演したのは当作品が初めてであった。またテレビドラマを含められたら2001年に日本テレビで 放送された単発ドラマ、青と白で、水色以来の共演であった。放送日、放送時間放送日、放送時間の早い順に記載。放送局によっては、本編の前後に、ナビゲーターが出演したり、編成上の事情で放送枠を変更した。また、参加各局の生ワイド番組で次回作品の予告を、 放送する場合には、基本として当該会の音源の一部を流していた。ラジオにタッチの公式サイトでは、蒸気のつぼねで直近に放送した1話分の音源を、FM 大阪での放送終了翌日から1週間無料で配信。最終話になる第6話の放送終了翌日から同月31日までは、全話の音源を配信していた。また、 2013年1月2日の15時15分から17時50分には MBS ラジオで全6話の一斉再放送を実施した。放送内容関西地方などの演劇シーンで活躍する6組の劇作家が一つの色をテーマに書き下ろした脚本を提供。いずれの話にも小栗、青井が出演するほかタイトルに色を表現する言葉を入れていた。ただし、 ストーリーは1話完結で、ジャンル、展開や、役の設定、名称も、毎回異なっていた。キックオフイベント会場のオアシス21、フィナーレ、未来への種会場の日本特殊登場、市民会館こちらは、東海地方で行われるイベントで、2013年の秋に、NHK 名古屋放送局と、在名ラジオ局4局が共同で行う。 2013年9月21.22日にオアシス21で開催されたキックオフイベントを皮切りに12月までキャンペーンを展開した。東海地方のラジオ局共同キャンペーンはラジオウェイヌザゴーラジオと一緒に出かけようがあり各局パーソナリティの番組総合乗り入れや今回と同様のキャンペーンを展開していた。なお今回はギフチャンラジオ ギフ FM と FM30 は参加していない。肩書きは、キックオフイベント開催当時のもの。キックオフイベント会場の岩木芸術文化交流館、アリオスセカンドイベントの会場となった、岩手県民会館ファイナルイベントが行われた。仙台サンプラザ2014年は、東日本大震災で被災した岩手県、宮城県、福島県の NHK3 放送局と、 民放ラジオ局6社の9団体が参加した。東北地方では震災発生時にテレビが停電で視聴できなかったため多くの人々はラジオを聴取し身近な公共財ライフラインとして活用しまたパーソナリティもリスナーに呼びかける形で被災地を励ましてきた。これをきっかけに改めて身近な公共財ライフラインであるラジオを再認識してもらいラジオを 防災の道具に、またラジオの魅力を多くの人々に伝えて、震災からの復興を全国に PR することを目指した。三大都市圏以外では初の開催だった。キャンペーンパーソナリティは全員所属放送局の局アナウンサーである。NHK 民放キックオフイベント、セカンドイベント、ファイナルイベント2015年は北海道地方を対象に、 NHK 札幌放送局と在卒民放ラジオ局4局が共同で行う。2015年7月31日に札幌ファクトリーアトリウムで開催されたキックオフイベントを皮切りに2016年3月いっぱいまでキャンペーンを展開した。2016年は福岡県を対象に NHK 福岡放送局と福岡県に本社を置く。 民放ラジオ局6局が共同で行う。2016年8月29日にソラリアプラザのイベントスペースゼファで開催されたキックオフイベントを皮切りに2017年3月いっぱいまでキャンペーンを展開した。2017年は NHK 及び在京民放5社による運営でラジオを知らない10代の若者に対しラジオの魅力を知ってもらいスマートフォンでラジオを聴く人を スマラーと定義し、ラジオを聞いたことがない人にラジオを聞いてもらう、キャンペーンを10月2日から翌2018年3月30日まで、全国で実施した。この一環として、民放各局及び、放送大学が、聴取可能なラジオ配信サービス、ラジコ .jp において、NHK ラジオ第一第二 f m の各放送を、関東一都六県及び、福岡県、宮城県、 広島県、愛媛県において実験的に配信した。キャンペーン公式サイトでは、ラジコ .jp、NHK ネットラジオラジルラジル、リスモウェーブ、どこでも FM といった、ラジオ配信サービスを紹介していた。また、11月23日から26日には、全国子ども電話相談室の復活版として、NHK と民放ラジオ101局共同制作による、著名。 ラジオパーソナリティが若者の悩み相談に電話で回答する特別番組ラジオスターがお悩みに回答10代限定相談室を放送した出演は渡辺直美、高橋南山里亮太、三角幸太郎このラジオがヤバいは NHK 及び在京民法5社の運営で2019年2月18日から9月30日までの 期間内でまだラジオに触れたことのない10代の若者に向けてパーソナリティ、番組スタッフリスナーがラジオの良さを SNS などを通じて発信し、それを読んだ人に気軽にラジオに触れてもらおうというキャンペーン。ツイッター上でこのラジオがやばいのハッシュタグをつけて好きなラジオ番組の感想やおすすめコメントなどをリスナーにツイートしてもらい、 ハッシュタグを追うことで様々なコメントを見ることができる。他、キャンペーン公式サイトでも表示される。また公式サイトでは、小野賢章、川上洋平、工藤大輝、須田正樹、千葉雄大、徳井大空、長浜ネル、ヤバイ T シャツ屋さん、山里良太が、自身のラジオ原体験、ラジオ番組の楽しみ方、パーソナリティとしての心構えなどを語った、インタビュー記事、 各局のパーソナリティやスタッフが、自局多局を問わずおすすめ、番組を上げる、ラジオな人に聞いた。このラジオがやばい、専用メールフォームからのラジオに対する、思いの投稿を受け付けるなどしている。キャンペーン期間中にはツイッターでの企画ハッシュタグに約40万件の投稿が寄せられ、ラジオと SNS の親和性が再認識される結果となっている。 5月6日19時翌7日1時には NHK と民放ラジオ101局との共同制作によりリスナーからのツイートをもとに NHK と民放が相互乗り入れする特番今日は1日民放ラジオ番組残枚このラジオがやばいを放送 NHKFM の特別番組枠今日は1日3枚の番組フォーマットを利用しつつ6時間を1時間ずつ区切ってお笑い 声優、アーティスト、10代向けワイド、ご当地、音楽番組の各ジャンルを扱って送る。民放局では全部、または一部時間帯で同時性放送、または後日ダイジェスト版を放送し、最大69局で同時性放送が行われた。総合司会は、日本放送、三四郎のオールナイト日本パーソナリティの三四郎と NHK ラジオ第一 サンドウィッチマンの天使の作り笑い司会の千葉実が担当。今聞いてほしいラジオは NHK と民放連による特別企画で新型コロナウイルスに伴う全国一斉休校による影響で長期間下で過ごしている中学生と高校生に日中の時間帯にラジオを聞いてもらうようアピールするキャンペーンである。2020年3月19日から4月30日に 実施する。各放送局や番組の公式アカウントに出演者が学生に対して自宅学習に役立つ番組からバラエティ番組など今聴いてほしいラジオ番組の情報をタイムフリー配信リンクと共につぶやくと同時にリスナーにもつぶやいてもらう。特設サイトは前回のこのラジオがやばいを流用している。ありがとうございます。